バンバンバンの YouTube でボーイ。さあ、はい、今日はですね、即興モノマネ対決。おこれで、あれちょっと待って、一番くじじゃないんですか、これは。一番くじじゃないんですよ、ドラゴンボール一番くじじゃないんですよ。即興モノマネ対決、ルールは簡単です、はい、ここ2つの箱がございまして、はい、こちらに、モノマネするキャラクターね、とかタレント名とかの箱があります、はい、こっちはお題です。お題、○○な○○みたいなね、あ、アホな猪木みたいな、はいはいはい、アホな悟空とか、うん、そういうのを弾いてその場で即興でモノマネやって、はい、5回勝負やって、はい、勝敗つける、勝敗をつけることでございます。はい、分かりました。よし、もうどんどんやっていこう。じゃあ先行後攻決めるか。はい、それ勝負。キッ。そうしました。殺すんじゃないやつだろ。最初グー。じゃあ1ポイント。はい、これ勝。はい、これ勝。じゃあ後で後攻で、はい、じゃあ先行。それ様子をね、ちょっと見ときたいんで。はい。最初は、はい、バカすぎる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 、誰です？フワちゃん。わー、フワちゃんはだってそう見えちゃう人。バカすぎるフワちゃん。あ、そう。いやー、これはちょっと難しいんですけどね。バカっちゃバカだ。まあね、自撮り棒、自撮り棒、体つまずいちゃった、貫きはしないですね、フワちゃん。貫きはしないけど、まあ、でもこれでこの後のこの私で勝敗が決まるってことですもんね。自撮り棒バカすぎて、もうバカすぎて貫いちゃったなるほど、バカすぎて貫いちゃった、こういう感じでやるってことですもんね。そうです、はい、よし、じゃあお願いします、はい、一回ね、揉んだ方がいいんですよ、これ。よし、行け。なんだ。臆病な。臆病な。臆病な。お、臆病な。お、リヴァイ兵長。お、進撃の巨人リヴァイ。いいじゃん。臆病なリヴァイ兵長、面白いじゃん。臆病じゃないからね。臆病じゃないもん。これはギャップがあっていいですよ。はい、おい、どうぞ。いきますよ。うん。うわ、もう外に出るのも怖い、外に出るのも怖い、外に出るのも怖い、ちょっと勇気を出そう、勇気を出そう、勇気を、やばい、ちょっと家の中でちょっと特練習だけでもしても、よし、これでいける、よし、これでいけるぞ、これで外に出る、よし、大丈夫、よし、よし、大丈夫だ、よし、行くぞ、かっこいい、かっこいい、以上です。兵長、どうでしょう。フリーザ、おー、来ました来ました。いやー、いいですね。あ、ちょっとフワちゃんはもうバカのイメージがありますから。いやー、なんかフォローするんじゃない、いいよ。え、フォローするんじゃないよ。なんでですか。しよし、はい、よし、やったな。あ、ケチな、ケチな、ケチな、はい、ヤムちゃん。おー、ケチなヤムちゃん、ケチなヤムちゃん、ケチなヤムちゃん、なるほどね、ケチなヤムちゃんね、はいはい、よし、ああ、そうだ、俺がヤムちゃだ、そうだ、その清流刀を俺によこせ、ああ、そうだ、よし、清流刀を持ったぞ、ヤムちゃです、ほら、おい、それ体のヤムチャ、金を出せ、金を、金を出せ、あ、ありったけの金と水とホイップイカプセル置いていけ、ヤムチャです、そうだ、よーし、よーし、これで今日戦利品は、あ、ボロ儲けだ、プーアル、どうした、そうか、ヤムチャです、プーアル、え、な、お前も山分けしてほしいのか、そうだな、山分けって言ってたもんな、そうだな、お前にはそうだな、これの、犬のうんこをあげよう、ヤムチャです、犬のうんこ入ったんだよ、さっきのあいつの盗んだ中に犬のうんこも入ってたんだ、ヤムチャです、あ、山分けか、分かった、犬のうんこ山分けしてやろうな、これでいいだろう、バカ野郎、ホイップイカプセルも水も金も俺のものでヤムチャです、しょうがないな、お前にはこの、あ、いくらでもやってやるぞ
分かったこれだ。あのマンゴーの傷んだ部分をあげるよ。マンゴーの傷んだ部分をお前持っていけ。ヤムチャです。そうだ、こっちのいい方は俺のものだ。あ、傷んだ部分で平家のヤムチャです。以上です。それバカなヤムチャです。それケチじゃなくてバカなヤムチャでしょ。それ途中ででもね、あ、プーアルがいたなってところに気がついてから物語が進み始めたよ。だって不思議とね、ずっと見れた。不思議とずっと見れた。なんかこれは私いいじゃないですか。はいはいはい、お願いします。よし、まずキャラクターですね。やった、キャラクターはこれで、よし。いきます。お、30年後のドラえもん。あー難しそう。30年後のドラえもん。ドラえもんは別にね、年取らないもんね。難しそう。ミスターマサキから声が変わってしまった。どうもドラえもんです。のび太くん、道具に頼らず人生楽しんでいこうぜ。以上です。ちょっと手加減したでしょ。手加減したでしょ。手加減したでしょ。勝負を面白くしようと。いやいや、面白く面白くしたでしょ。悪いものでそうですよ。いや今のは私でしょ。そうです。ミスターわさび先生から変わったんですよ。よし行こう。はい、これ、はい、とこれ、よし、こう。おう、かわいそうな、いいよ、面白そうだよ。かわいそうな、かわいそうな、はい、フリーザ。おお、かわいそうなフリーザ。かわいそうなフリーザ、はい、はいはいはい、いいじゃないですか。え、何があるんでしょう、かわいそうなフリーザ。今月の仕事は全部バラシですよ。おおおおおお、プルプル。お、電話だ。手袋が、手袋で。キレイ。はい。あ、峰山さんですか。はい。お疲れ様です。はい。はい。来月もバラシですよ。おおおおおお。お、電話だ。プルプル。あ、しまった。スマホが。スマホが使えませんよ。あ、ピッピッピッ。あ、キッキッ。あ、もしもし。あ、マヨチキちゃん。マヨチキちゃん。あ、え、来月のお掃除は全部バラシですよ。ほう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 。それ先月の俺じゃない。先月の私じゃないですか。全部バラシになって。いいですね。かわいそう。かわいそうな山本です。すごいね、手袋くらまあ、手袋は大変ですじゃあお願いします。はい、これはいいんじゃないですか。よしね、まず人から。さあ、キャラクター。よし、人物で。ではね、こう違うやつをね、なるべくね、なるべくどんなカードだか見たいから。ああ、まただ。何？臆病な。臆病な、はいはいはい、臆病な。アントニオになった。いつ何時誰の挑戦も受ける、はい、あの人が、はい、はい、今日は日差しがいいですね。本当にね、ちょっとキャンボに行きましょう。キャンボね、キャンボに行きましょう。あーと、すごいね、遠くからあの子犬ちゃんがいますね。子犬ちゃんがいるぞ、必ず。よし、これやる。この野郎、小犬ちゃんなんか怖くないからな、俺は。うん、怖くないぞ。こっちおおっ、やるのか、この野郎、やるか、この野郎。やめて、くんじゃねえよ、この野郎。くんじゃないぞ、この野郎。くんじゃないぞ、この野郎。この野郎、小犬ちゃん。よし、よし、ダックだ、ダックだ、この野郎。ダックすんぞ、この野郎。入ってないぞ、この野郎。入ってないぞ、この野郎。入ってないぞ、この野郎。
よだよ。よしよし、じゃあみんなも行くよ。えっね、ちょっと入ってみなよ。どうもありがとうございました。なるほど、はい、あこういうのね、ケンタ、ケンタどっち、どっちでしょう。フリーザー。よし、いやでもね、私もねフリーザーかなと。よし、入りがよかった、入りが散歩に、ね、日差しがいいですね。今日は日差しがいいですね。あと2000、はい、あーちょっとここは勝っときたよ。いやそうですよね。よし、よし、私は結局ね、さっきのあれ山本さんだったからね、はい、そうそう、そう、私ですよ。おお、秘密を暴露する、秘密を暴露する、フワちゃん多いですね、フワちゃん多いな。秘密を暴露するフワちゃん、おお。私ね、本当はね、普通に話できるの。普通に話できるんですね。本当はね、正常な人だったんですね。全部作って、もう楽屋とかのああいう雰囲気とかも、うん、全部全部作って、怖いですね。怖いな、全部計算、全部計算だったんですね。頭いいから、実はフワちゃん、実は頭いいじゃん、ほんと頭いい。でもフワちゃんは難しいと思うけどな、普通に。フワちゃんはちょっとジョーカーみたいな感じですね、ちょっとババドアだろうな。うん、あー、面白く、まあ、またしたぐらいな、フワちゃんはな、面白くできる感じがちょっと。よし、これで、よし、人物これで、よし、じゃあ行きましょう。育ちが悪い、おー、育ちが悪い、育ちが悪い、うん、リヴァイ兵長。リヴァイ兵長は育ち悪いんだよ。育ち悪い、育ち悪いんですよ。進撃の巨人のなんか地下街で生まれたから、育ち悪いんですけどね。あ、でも行ってみよう、行きましょう、うんうん、なんだお前、パン食ってんのかお前、え、パン食ってんのかお前。汚ねえなお前。おい、やめろお前、ラジアスタジオにお前、汚いな。え、俺か、俺西成出身で。どうもありがとうございました。あーこれフリーザー。西成出身です。リヴァイ兵長、西成出身です。大丈夫なんか、まあ育ちは悪いですよ。そう、まさか西成から、はい、あの壁内に入ったのか。あの、私昔あの西成の近くに住んでたんですけど、はい、野良犬で追われたことありますから。19ぐらいの頃に、あー、はい、面白かった、よかった。この勝負、藤田の勝ち。ちょっとまたやろう。これ面白いですね。いくらでもできる、いくらでもできる。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントなどどんどんお願いします。やらないと殺しますよ。ひえー